今日は投打のヒーローにお越しいただきました。見事なピッチング5勝目を挙げた松葉投手、そしてまた一つ球団の歴史に名前を残しましたビシエド選手です。まずは松葉投手にお話を伺います。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。先週松葉投手で勝ってからチームは白星がここまでありませんでした。今日どういった気持ちでマウンドに上がったんですか？いやもうチーム状況も、ね、少ししんどいところありましたけど、まずは自分の投球をするということだけを考えてマウンドに上がりました。今日も2番目のピッチングでした。ご自身でどういったところがあったんですか？いや、 やっぱりピンチでも粘り強く投げるのが自分の持ち味だと思うので、まあ、自分の持ち味をしっかり出したと思います。6回リードはわずかに1点でした。ノーアウト2塁、大きなピンチが訪れました。この場面どういった気持ちだったんですか？いやもうね、ランナー進めてもいいんで1つずつアウトを取っていければ大丈夫じゃないかなと思ったので、まあ、結果的に進めることなく抑えることができてよかったです。バンテリンドーム4連勝となりました。やはり本拠地のマウンドというのは投げやすいですか？そうですね、自分はやっぱりバンテリンドームが一番投げやすい球場だなっていうふうに投げながら感じてます。松葉投手、後ほどまた一ついただきます。その松葉投手を援護する1回のあたりビシエド選手です。松葉ビシエドさん、松葉投手のピッチングを今日後ろから守っていて、どのようにご覧になりましたか？本当に今日は松葉投手、素晴らしいピッチングをされたと思います。そのおかげでドラゴンズが勝ちました。本当に松葉投手、ありがとうございます。その松葉投手に1回決まりの英語で、第1打席、振り返っていただけますか？相手投手は球が動くボールでしたけど、外の球をうまく捉えることができました。そして高松選手がよく走ってくれて、先制点を取ることができました。このヒットが石山選手通算765本目のヒット、これはドラゴンズの外国人選手としては歴代最多タイ、パウエルコーチに並ぶ記録となりました。これについてはいかがですか？ありがとうございます。本当にとっても嬉しいですね。パウエルコーチは日本で素晴らしい成績を残した選手であり、今コーチとしてドラゴンズを支えてくれています。そのパウエルコーチに並べたことはとても光栄に思っています。ヒットの数、打点と球団のトップに立ちました。実はホームランの数でいうとドラゴンズではマーチン選手の記録があります。あと44本、少し先にはなりますが期待してもいいですか？そうですね、少しずつしっかりとグラウンドに立ってしっかりと打てるように今後頑張っていきたいと思ってます。では最後に松葉投手に締めていただきます。おそらく次の登板もこのバッテリードーム名古屋だと思います。次の投球に向けて意気込みをお願いします。与えられた場所でね、自分の役割を最後まで果たせるようにしっかり明日からまた次に向かって頑張りたいと思います。ありがとうございました。今日は